戦時の混乱で廃止されていた東海道本線の特急。戦後復興とともに徐々に復活しました。輸送需要が急増する中、石炭の供給不足が深刻化し、国鉄は石炭消費を抑えるため主要幹線の電化を急ぎました。占領軍の支配で意のままに進まなかったものの、着実に電化は進展。豪華な展望車付きの客車を電気機関車が牽引する特急は、当時憧れの存在となりました。東海道本線電化が完成すると、蒸気機関車の煤煙による汚れを気にすることもなくなり、鮮やかな色彩の客車特急が登場しました。優等列車は静かで振動の少ない客車というのが当時は常識でした。一方、急増する輸送需要に応えるには、一層のスピードアップが要求され、軌道負担が少なく、高い加減速性能を持つ動力分散式の電車列車が注目されたのでした。ちょうどその頃、ヨーロッパの軽量車両技術を取り入れた、新設計の客車、ナハ10が開発され、車両の設計手法は新しい時代を迎えつつありました。この手法を取り入れたキハ55は、これまでの、窮屈、非力、重いという気動車の常識を一変、初の気動車準急として好評を博したのでした。客車、気動車と世代交代が進む中、従来の80系電車は、部分的な改良が加えられてはいたものの、見劣りする存在となってしまいました。準急、急行といった、長距離優等列車を電車化するには、乗り心地と騒音、車内設備の面で十分ではなかったのです。これを改善するため、全金属車体を持った、新しい世代の80系電車が誕生しました。昭和32年10月、客車列車であった準急東海は、この新しい80系300番台に置き換えられました。300番台では、ナハ10で開発された技術を活用、シートに余裕を持たせ、モケットの色調も青系統に変更、窓枠はアルミとし、リノリウム張りの床面と蛍光灯照明も加わったことで、これまでの木目、白熱灯照明とは打って変わり、近代的な明るい室内となったのです。準急運転に備え、二等車には車掌室と車販準備室を設置、窓は加工式が採用されました。電車化による速度向上効果は大きく、東京名古屋間では50分短縮され、運転開始初期から乗客が殺到するという盛況ぶりでした。戦後の電車新時代を開拓した80系。その歩みの中で300番台は、一つの区切りとなったのです。華々しく活躍を始めた80系300番台。しかし、電車の技術革新は急速に進んでいました。その1年後には全く新しい設計の、新湘南と称された91系にバトンタッチする運命が待っていました。東海道の優等列車というヒノキ部隊は短かったものの、その配色、デザインは後の車両に大きな影響を与え、各地の直流電化区間の花形として長く活躍することとなったのです。